おはようございます、吉田さん。なんかね、今感染症騒動があったり、オリンピックがあったり、なんだかね、随分あるじゃないですか。で、この社会のいろんな出来事とか、社会の上がり下がりに影響されると思うんですよ、ほとんどの方はね。それは致し方がないですね、この社会の中で生きてるわけですから。ただ見方を変えると、社会に依存してるからこそ社会の波の煽りを受けると言ってもいいのかなと思いますよね。で、いわゆる上級国民って方は、社会のうねりが良くても悪くても美味しいとこ取りするわけですよ。だからいつも特権階級でいられるっていうかね、だからそういう不公平感はありますよね。ただ私たち普通の人も、社会の潮流から一歩間を置いて生きることができるんじゃないかなっていうふうに、ここ1年振り返って思うんですよね。で、吉田さんも感じてると思うんですけども、世の中がどうあろうと、オリンピックがどうであろうと、感染症がどう広まろうと、私たちのやることってのは別に変わってないわけなんですよ。その、時代に合わせて自分の形も変えていく、いわゆる社会に依存をしてないわけなんですよね。社会の形に合わせて自分たちも、その不安定なら不安定なりに自分の立ち方を変えていく、走り方を変えていくっていうだけですからね。だけどもこれができないと、社会が傾いたら一緒に傾いちゃうとかね、社会が不況になったら一緒に不況になっちゃうってことになっちゃうんで、ある意味ね、社会が順調な時は大して自助努力しなくてもその順調の波の上に立っていられるんですけども、そういったね、私たちは社会が順調な時でもやること一緒なんで、もしかしたらハードに見えるかもしれないですよね。でも人生全部を見た時に、だいたいその荒波しかないわけですよ。平穏な時ってのは一瞬で、だいたい荒れてるんですよね、人生ってのは。いろんなトラブルが私たちの目の前にあるわけなんですよ。だからそのトラブルに巻き込まれないようにするためには、自分で立ち位置を変えていくとかね、走り方とか泳ぎ方を変えていくっていうふうな、自分で自分をコントロールすることが必要なんだろうなと思いましたね。それだけじゃないかなと思うんですよ。自分で自分をコントロールするったら、前回ね、毎日が夏休みって言われてましたけども、いつ宿題をやって、いつ体調管理をやって、いつ朝顔の観察日記をつけるのか、これ自分で全部決められるってことなんですよね。朝顔の観察日記なんて最後の日にバーって書いたりとか、天気なんてバーって書いたりすると思うんですよ。まあでも今私たちは社会人となってね、最終的に帳尻を合わせようと思った時に、例えば月末とか年末とかに帳尻を合わせようと思った時に、赤で終わるとかっていうこともあったり、もう大失敗をして知名度を浴びたりとか、いろいろあるわけですよね。でも私たちは毎日毎日微調整しながら、このままだったらやばいから立て直さないととかね、このままだったら債務超過になりそうだからセールスかけないとっていうふうに、本当小回りが効くんだろうなと思います。だからそこが大きいですよね。経済を握っているっていうのが、会社に経済を握られてるんじゃなくて、会社の経済を握っているというね、この言い方としてはちょっとの差ですけども、会社に経済を握られているのか、会社の経済を握っているのか、これはやっぱり一人企業だからこそできることかなと思いますし、多くの方はサラリーマンとしてこう待ってないと振り込まれないとかね、そういうふうな人質を取られている状態じゃないかなと。自分の暮らし全部が会社の経理の人の振り込み作業にもう依存しちゃってるっていうかね、絶対振り込んでくれるとは限らないですからね。いってらっしゃい。